はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムタカラトミーモールオリジナル三菱ランサー GSR エボリューション3を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカプレミアムタカラトミーモールオリジナルの三菱ランサー GSR エボリューション3です。ボディカラーの方はイエローだね。で、正面の方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分に三菱のエンブレムがあって、ヘッドライトはクリアパーツになってます。グリル周りもすごく細かな感じが作られてるね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分にはエアフローのダクトのプリントがされてます。で、このままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。で、助手席側はこんな感じだね。よく見るとこの下の部分にランサーエボリューション3ってプリントがされてます。で、ウインカーの部分もオレンジで塗装されてるね。で、ホイールの方は5本スポークのホワイトだね。で、よく見るとここにもプリントが OZ、 懐かしいメーカーのホイールだね。で、後ろの方を見るとこんな感じだね。この部分に三菱とかランサーエボリューション3とかナンバープレートのところにもプリントされてるね。マフラーの部分はシルバーに塗装されてて、テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。で、運転席側はこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこの部分にはリアスポイラーだね。このリアスポイラーは初めから装着されてて樹脂パーツになってるね。いい感じのデザインになってます。内装の部分はこんな感じだね。ブラックでちょっと見づらいけどしっかり作られてるね。若干シート形状が特殊な形状になってるようにも見えます。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、それ以外特にギミックのアクション関係はないね。で、裏の方を見ていくと三菱ランサー GSR エボリューション3の2017年の車種になってます。で、このランエボ3の車種っていうともうちょっと年代としては古くなってきてるけど、今見てもかっこいいデザインかなと思います。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにタカラトミーモールオリジナルのプリントがあります。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル三菱ランサー GSR エボリューション3を紹介しました。で、ランエボ3はトミカプレミアムの通常版でも発売されてたね。確かブラックのボディカラーだったと思うけど、さらにタカラトミーモールオリジナルのイエローになるとさらにかっこよさを増すね。で、トミカプレミアムらしくヘッドライトとかテールランプはクリアパーツになってたね。で、このホイールの5本スポークのホワイトも当時のデザインが再現されててすごく良かったです。で、このタカラトミーモールオリジナルのこのデザインはちょっと前までタカラトミーモールでも品切れしてたね。だけど最近在庫ありになり始めたので欲しい方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。